では今回は IC カードの仕組みのお話していきたいと思いますこの動画を見ていただいている方も1枚ぐらいは多分 IC カードって持ってますよね電車乗る時の,あの改札を通る時に使うカードですねあの IC カードについて一つ質問があるんですけど IC カード電池切れで使えなくなったっていうお話聞いたことありますかね多分長い方はもう10年以上同じ IC カードを使って電車乗ったりしてると思うんですけど IC カードに電池切れってないですよね。でも、あの IC カードって残りいくらお金が入ってますよとか、ここの駅からここの駅まで電車乗りましたよとか、いろんな情報を管理してますよね。その情報を管理するために、もちろん電気の力が必要になるんですけど、そもそもその動力源どっから来てんのかなあのカードの中身一体どうなってんのかなっていうお話を今回はしていきたいと思います。まずそのために必要な、 ま中学校の理科で習う知識ですね。そちらのお話からして、実際 IC カードの中身がどうなってるか、まあ、2段階に分けてお話ししていきたいと思います。まず中学校のお話、数式は使わずに説明していきたいと思います。まずこの絵でイメージしてほしいのが、これ真ん中の筒みたいなやつ、これトイレットペーパーの芯を想像してもらえれば簡単だと思います。中は空洞ですね。そこにコイルが2箇所ぐるぐる巻きにされてるんですけど、 左のコイルは電源につながってます。要は、ここから電流流れます。で、右は電源にはつながらず、代わりに IC チップがここに入ってます。さあ、そこで、電源から電流を流すと、このコイルの中をぐるぐる電流が流れるんですけど、コイルを電流が流れると、磁石のパワーがここから発生します。その磁石のパワーを線で表したものを磁力線と呼びます。 コイルは電流が流れると周囲に磁力線を出すという性質を持っているので、まずこれ1点目として覚えておいてください。ではそれ絵の中に書いてみますね。今左のコイルに電流ぐるぐる流しているので、このコイルに磁石のパワーが発生します。その磁力線が、このような形で書けます。ちょっと右向きですね。今回ざっくりした説明なので、なんで右向きになるかはちょっと省きます。 さあそこで今回のメインはこっちなんですけどこのコイルには別に電流流してなかったですよねただこれコイルのもう一つの性質としてコイルって磁力線が突然ボンと通ると電流が勝手に流れ始めますさっきまでこっちのコイル特に磁力線なんてなかったですよねなのに左のコイルが作った磁力線が この右のコイルにもドンと貫通しちゃうのでこのコイルからすれば突然磁力線が現れた状況になりますそうするとこのコイルに電池がつながってないのに突然電流が流れ始めるよとこの電流を使って IC チップが動いて皆さんのお金とかどこの駅からどこの駅まで電車乗りましたよとかいろいろな情報を管理するための IC チップが作動するっていう仕組みになります この磁力線が突然通ったせいで電流が流れ始めるっていう現象を電磁誘導と呼びます。多分この言葉聞いたことある方も多いんじゃないですかね。実際どういう現象なのかも一応覚えておいてください。では、これを使って皆さんの IC カードの中身がどうなってるか、それの仕組みのお話いきます。これが駅にある改札なんですけど、 まず、改札のあのカードをピッとする場所ですね。この中でコイルがぐるぐる巻かれてて、こっから磁力線が常に発生してます。そこに IC カードをかざすんですけど、まず IC カードの中身ですね。これ中でコイルがぐるぐるぐる,ぐる巻かれてて、そのコイルに IC チップがこのように繋がってます。このカードを上にピッと近づけると、 さっきまで磁力線なんて通ってなかったはずなのに、まあ皆さんの財布の中に入っている時ですね。改札にドンと近づけることで、改札から出ている磁力線が突然カードの中をボンと通過しますよね。そうすると先ほどのこいつと同じ仕組みです。磁力線が突然通過することになるので、この IC カードの中でぐるぐる電流が流れ始めます。その電流が IC チップを通ることで、 皆さんのお金のデータとかを管理する動力源が生まれますよと。つまり IC カードが電池なしでも使えるのは電磁誘導のおかげです。一連の流れとして IC カードを近づけることで電流が流れてまず IC チップが働くようになります。そうすると IC チップが残りの金額とかに対応した 新しい磁力線を自分で作り出しますこの IC カードから磁力線が出てくるイメージですねちょっと絵にも一応書き加えちゃいますざっくりこんなイメージですでこの改札機なんですけどこの改札機読み取り機の能力も兼ねているので出てきたこの磁力線を改札機がキャッチしますそうすると あ、残り金額はいくらあるから改札通っていいですよっていう判断を改札機がしてくれて皆さんが電車に乗れるっていう流れですね。これが簡単な IC カードの仕組みになります。で、一応最後に、まあ、注意点として財布に IC カードを入れて改札通る方は何度か経験したことあると思うんですけどたまにうまく反応してくれない時ってないですかね。あれがどういう時かって 財布に、この IC カードと同じ仕組みのカードがあると改札は開きにくくなっちゃいます。この改札機から出てくる磁力線を別のカードがキャッチすると別のカードの IC チップも反応しちゃうのでその別のカードの IC チップも自分で磁力線出しちゃいます。つまり本来使いたい IC カードと関係ない IC カードの磁力線混ざって この解説機がキャッチしちゃうのでデータを読み取るときにちょっと混乱しちゃいますよと。なので反応しにくいときは必要なカードだけを取り出して使うようにするとスムーズに情報をキャッチしてくれると思うのでぜひそれも注意点として覚えておいてください。今回の動画のように皆さんの身の回りにある物理を数式を極力使わずにこのように解説していきたいと思いますのでぜひよろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。